やっていきましょうか。コロンクウェ初めて作ったコースらしいですね。やっていきましょう。なんかアイテムがあるから、ベテランの僕が初見殺しに引っかかる、そんなねプライド許せないから、なんかどっかにねアイテムがあるから、それを使ってスムーズに進んでくれてても初見わかんないでしょ。見つけるのが困難なんだけど。まずこれは土管の中に入っていってるのか、とりあえず入ってみますか。さあどうなってるや。はい、うわここら大体ねあるのはアイテムここね。なるほど、これうまく使って何か、どんだけアイテムあるんだよ。死なないように必死だなこいつ。ちょっと待って、とりあえずはじゃあ右に行って、これは死んじゃうんじゃない。うわめちゃめちゃゴリ押してる。てかここゴールないんじゃないの。ここにアイテムがあるから、それをまずは取っていくと、猫マリオ一番いらない。まあまあまあ右はなかったよね。ほんと一回確かめてみよう。ブンブンで透明になる、また死ぬのはちょっと困るんだけどもね。ないんだやっぱり。やっぱないから帰りまーすとかっていうのはいけないのかな。そんな甘く許されない。なんでやねん。まだ一回これを万引きして窃盗してフラワーになりからのどかに帰ってくる、それが一番効率的には良さそうですね。そしてじゃあまたさっきのドスね、右側に何かあるのか、初見殺しの孔明があるからね。はいはいはい。で赤、あー危ない、やめてやめてやめて、ちょ、緑の、よくわからない、これなん、名前なんていうの、いまだにこいつの名前がわからない、緑ブロックを渡っていきましょうか。あー、オンオフスイッチ的なやつがあるのね、タイムになってて。待って、怖いな、ドスいちいち来るのちょっとやめてね。そして、こっから右に移動すると、あー、初見殺しっぽい気がするぞ、大丈夫か。あー、ここでびっくりマークにつながってますね、入っていきましょう。こういう場合、だいたい死ぬからな。まあ、初めて作ったから、そんなやつやね。やっぱあるんよ、こいつ。一生死なないから。永遠と僕は、ここに登り詰めてやるからな、お前。お前、こんま。で、ここか。まあ、とりあえず、そんな冗談は置いといて。ああ、こっちにあるのね。はいはいはい。じゃあ、鍵を手に入れないといけない。あの、ボスとか倒さなきゃいけんの？クッパとか、さっきの土管のところに、そんな、あったわ。さすがにね、初めて作った子はちょっと厳しいよな、クッパ倒すの。で、中間、ナイス、中間。初めてじゃない？このリスナーさんが作ってくれたのでね、中間は、怖いな。押すのがすごく非常に怖いところではあるよ。一気に進んでって、右に行きましょうかと。はいはい。ここまでは普通に順調。またか、恒例の、カロちゃんいるから危ない！やめて！コロ、見えねえな。文字が全然見えない。なんで書いたんだ。あー、このブルーベリーおじさんに乗ってって。あ、コロン、好きって書いてある。コロンくん好き、お決まりだね。まだ定型文だよ。必ずカロンとコロンくん好きいるからな。このままもうゴール行っちゃっていいのかな。まだあるの。よしよしよし、ナイス、ありがとうございました。まあ僕にとってはちょっと簡単なコースだったかな。ありがとう、ごめんね、難しいと思ってたけど1分でクリアしちゃった。サギ、よくある鍵を取るとクリアできないコースを作りました。これ動画にしたらサムネ映えしませんって。よし使おう。そのまま使っちゃおうじゃん。やっていこうか。何なんだろうね、鍵を取ると今ね見た感じ囲まれてるけれども、どういう、ドントテイクザキン、海外勢にもね、ちゃんと優しい感じで、あーすごい、ほんと、え、鍵取るとできないの？え、どうやって行くんだじゃあ。ここに隠しブロックがあるとか、地道にね、ちょっと移動して、うわ、行けないじゃん。は？どうやんの？鍵取る？あー、弾かれるわ。え、でも、鍵は、でも2個ちゃんとついちゃってるな。扉の中に入れる？一回ちょっとやってみる。で、全部鍵を、なんか気持ちいいな。プチプチやってるみたいな感じだ。よいしょ。これは、あ、なんかさ、全部鍵取るとさ、逆に開くとか、そういう感じなのかな。バネ、ほら、ね、開けるようになれるとか、ね、一回でも、それちょっと、後で試してみて、とりあえずは扉の中入ってみます。あ、しーちゃんやばい、あー、ブラックパックンが何体いるのこれ、5体いるから、それをどうにかしてどけて、するとゴールいけるとか、そういうことなのかな。はいはいはい。え、でもとりあえず一回鍵を全部弾いてみるとどうなのか、ちょっと試してみましょうか。あー、あんま意味ないのかなー。あ、ダメっぽい。どうやんの、謎なんだが。え、ちょっと待って、これどこ行けばいいんだろう。普通に死んじゃうよ。あ、なんか、ん、ボーン言ったぞ。度数が落っこってきたんだけど。はいはい。でもブラックパックには到達しないわ。はい、死なないね。何やるんだ、全然わからねえ、全然わからない。
なんだこれ。あー、トゲメットがかぶれた。どうなったのかわけわかんねえけど、これでブラックパックいけんのかな。あー、すごい、全然鍵取るじゃん。どこに行ったの。まあいいけど、サムネ映えはしたからいいや。詐欺。今週もやってまいりましたよ、バトルのコース。あれ、なんか今までと違う韓国の言葉なのかな。ステージ構成わかんねえ。なんで日本じゃねえの、お前。お、ふざけんなよ。それ違うところでやってくれよ。おい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 、韓国だからよ。ラグもひどいんだけど。よくステージ用意したら、これ乗ったもん勝ちじゃない。乗れない。僕どこ投げちゃった。普通の、もう水泳やん。こんなん水泳やんけ。これでお前勝てると思うな、マジで。ふざけんな。こっから、うわ、いら、よっしゃー。なんでお前知らないで、ね、うますぎる。巧みに使う、このマリオ。どんだけやべえんだよ。まだまだ、これ僕死んじゃう、僕死んじゃうからね。ちょっと待って。おーおー、さらに上を行くやつがいた。ルイージちゃん、やめてやめて。ルイージちゃんにちょっとね、勘弁してね。こっから台風を持ってって、このまま右に行きたいんだけれども、これ死んじゃうよね。やめといた方がいい、やめといた方がいいよ。ルイージ、あれはやめといた方がいい。ゴールしちゃうから。そのまま進むんだ、あいつ。勇敢すぎー。負けたんだが、よくわかんないコースで。ふざけんなよ。まあまあまあ、2連勝してたからな。まあ、負けてもいいでしょう。うん、多めに見てあげよう。まあ、ルイージだからね、大人の貫禄、これ。おー、勝ち筋が見えてこないよな。一回初期の、こういうさ、基本的なところから戻ってさ、いければさ、こういける気がするよね、僕の。中の土管に入ってって。さあ、今の、2番着、やめろ！お前、よしよし、僕もか。おい、ふざけんなって。まあでも、序盤だからな、言うて序盤やから。お前、僕のも食べるな。ふざけるなよ。そこからさ、ここの中に入ってって行きたいんだけど、ちょっと、ほら、来ちゃう、やめて。そこから、はいはいはい、まだまだまだ、全然まだ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 大変だけど、必ずゲットだぜ。みんなちょっと待って、行かないで。こうして、あー、みんなそう、僕だけ置いてきぼり。こっちマリオ見てくんじゃねえぞ、お前。ピースじゃねえんだよ。簡単来た。もう僕に言って、勝てと言ってるような、このコース。簡単なんでしょう。お前、それで難しくなったら、本当に後で覚えとけよ。お前んちまで手紙を送るからな。ああ、全然簡単じゃありませんでしたってよ。やめて、それで、よりによって、この、難しくない？相当むずくない？マリオ、徒競走やめて。いやだ。これ一生クリアできないやんけ。何が簡単なんだよ。勝てないわ。今日は勝てない。絶対勝てない。もうダメダメダメ。もう無理だから、一回みんなで協力して、楽しいね、協力モードをやりたいな、僕はね。そういうね、やっぱ気分転換も必要だと思うんだよ。今までさ、同じことにとらわれすぎ、コロンは。ね。そういういろんなモードがあるんだから、協力、うるせえ、今日よく喋んな、マジで。来たか？おー、もう3人でやるの。あー、4人じゃ、ちゃんと集まった。よかった。ほっとしたよ、君たち。ちょっと簡単なコースで、もうちょっと、あれね、みんながクリアできる、優しいコースにしよう。なんでお前、危ねえ、よかった。みんなね、よく終われるよ、これで気持ちよく。難しいと時間かかるからな、ぐだっちゃうのが一番あれよね。よくわかんない。もう海外のコース来ちゃったわ。日本で話して、それ場所日本だから全然簡単じゃなさそうなんだけど、どうしようかな。おい、お前強力だからな、お忘れてないか。マリオすごい飛び抜けて、なんかアイテム集めようとして、もう死んじゃった。それも協力して、今助ける心できたでしょ。あ、このすげえ、これってこっからできる、マリオのところから。お、危ない、やめて。みんな協力しよう。みんな早く、マリオちゃん頑張って。ちゃんとどうやるの、どうやるの、どうやるの。マリオに任せるよ。どうやるの、すべてはマリオに任せるからね。どうやるのかちょっと教えて。あ、この家があっての、はい、まあ、おい、なんで同じところで死ぬんだ。そんな先輩あります。さあ、こっから始めることができて、みんなで、あ、ゴールできる。よし、じゃあみんなでハイジャンプするよ。ゴールしましたってね。あー、もう置いてきぼりだ、クソ野郎。ふざけんなよ、お前、バトルじゃねえんだからな、これ。あれ、協力って言葉って何？
はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。